毎度工事屋です。まずこのトラケースですが、この上は純正で間違いないと思いますが、この下ですね、これ下はライカではなくてニコンの多分引き伸ばしかなんかのケースかと思います。スクリューですね。スクリューの35mm 2.8 ズマロンです。166万台ドイツ製のズマロンの 35mm2.8 で、純正オリジナルでスクリューネジマウントですね、 1m なので間違いなく本物です。非常に貴重品だと思います。昔はすごい高かったんですけど、最近は M マウントとそれほどすごい差はなくなってますが、まあちょっとは高いですね。まあ貴重品は間違いないです。このようにほとんど外観にもちょいすれがあるくらいで綺麗な状態です。ヘリコイドもスムーズ、無限のロックも効いてます。絞りも問題ないですね。レンズもスカッとしてます。曇ってる個体もあるズマロンですが、これはいい方でした。まあ多少こうペンライトで照らすとね、ホコリなどは見えますが、多分ホコリだと思います。まあうるさいこと言わなきゃ全然問題ないんですが、まあ多少ホコリはっぽいのはあると思ってください。青っぽいコーティングで綺麗な時代ですね。ここにちょっとスレがあるぐらいで、基本的には非常にいい状態だと思います。それで付属してるプラフードですね、これシングルフックの古いタイプとか初期型のタイプです。まあ、ズマロン35、ズミクロンの50用のシングルフックですが、これ非常に珍しいタイプです。というのもここはプラなんですね。最初期だけプラ製があったのですが、まあ今現存しているのはほとんどここは割れてるかひび入ってるのが多いんですが、これはですね、珍しくひびも入ってないと思います。まあ、傷すれはあると思いますが、多分割れというかひびは入ってないと思います。非常に珍しいタイプです。ほとんどここはプラではないですよね。初期型だけです。非常にかっこいいレンズですね。フードとセットになります。ただし、先ほど言いましたこの下はニコン製、あと一応キャップもついてますが、これも多分社外品かと思われます。非常に珍しいスクリューマウントのズマロン35の 2.8 です。